Everyone, on today's video we are going to watch Dark Gathering episode 1, season 1 for now, because this anime is super new. It's just 3 episodes at the moment that I'm doing this reaction, but it was a couple of you guys that told me in the comments that you started watching it and it's quite good. And I must say, when you said it's kind of like horror, I was like, that's all I need to know. So yeah, I have no idea what it's about. I just heard that it's you know, like a scary type. So let's just go in all together and let's see. But before we get into the video, please subscribe to this channel if you are not subscribed yet, because there's a lot of more new reactions coming and you don't want to miss them. So now let's go into the video. Let's see. Oh, facial crashes in this area. Is the freaking doll possessed? What the heck? Oh, those are cute eyes. Interesting. The music is also occult. Okay. Oh, what's that? いや、気にしないで。エコのせいじゃないし。僕写真撮ると100%こうなるから。僕は霊媒体質だ。グレイト。中学の時に霊障を受けたことがある。その時に友人を巻き込んでしまい、以来2年余り大切な人を傷つけるのが怖くて引きこもっていた。 新入生総代に家庭教師、社会復帰1歩目は大成功だね。僕はまともな人間になる。じゃあ今日からこの子の担当をよろしくね。はい。So he can see spirits? Is that how it works, or they are just drawn? 今うちが一番期待。名字が同じだからまさかと思ったけど。ケイ君、どうしたの？あ、いや、例のバイトで。 何かの手違いかな。話したいとこだよ。去年から一緒に暮らしてるの。So it's her. Oh. え、君は何と暮らしてるんだ。え、何って。いとこのほおずきやよいちゃん。Her eyes are so funny. 瞳が2つずつある。So cute. 右手。 A big one wall. She can see wall. What? この嫌な感じはあれのせいか。君、今すぐその人形を。ごめんね。追い出して息のね止めておくから。間違いない。この子もこっち側だ。 しかも断然深い。ケイ君、どうしたの？What the heck？慶太郎先生、心霊スポット行こうぜ。は？え？あ、しょ、僕家庭教師で来たんだよ。知ってる。でも高確率で出る。モテそうな体してるから。明らかに人間にじゃないだろう。My God。 いや、やっぱり勉強しなくちゃ。もしもしスクエアですか？お宅の厳冬が先生がいたいけな私に。うへへ、どんなパンツ履いてんの？違います、違います。エイコ一緒。She's a little shit. What the heck? 認めて。準備 OK。
人でこれはすぐ引き返した方がビビってる所詮慶太郎もう呼び捨てええー、もう何考えてんだこの子は Yeah Crazy little one H の電話ボックスそういえばここの曰く話してなかったね、oh. 聞きたくない I do 女の霊が出る公衆電話って噂されてるの今聞きたくないって言ったよね平子盛り上げ上手一説によるとねここでは以前人気ホステスが凌辱されて殺されたらしいのそのホステス何人もの客に借金するまで貢がせてお金がなくなったら出禁にしてたらしいのそれでストーカー化した客に追われて通報しに逃げ込んだところを逆に閉じ込められたそれ以降理不尽にも私だけ不幸になるのは許せないってその時のことを追体験させるんだってこの公衆電話に入った人とかけてきた人にえ公衆電話の番号なんてわかんないでしょネットにアップされてたよOh my god, she's already there. そう何やってんの入ったらまずいって聞いたばかりでしょ She just attacked men. ダメだって言ったでしょ返して強い強い強い私がかけましょうか話聞いてるここはやばいってわかるでしょ Oh shit.Oh my god. Creepy. Oh. What are you doing? Does the troll trap ghosts or something like that? Is that how it works?クールビューティーもうあんなところに行っちゃダメだご両親も心配するぞ難関中学受験の過去問を全問正解弥生ちゃん霊見えるのくっきり 4K で好きなのぬいぐるみくらい終わったあ私が入ってもお化けは出なかったけど慶太郎の電話ですぐに出た慶太郎はどのくらいの頻度で霊を呼ぶ？いわくつきのところなら 100%。だろう、嫌い。弥生ちゃんのこと怒らないであげてほしくて。弥生ちゃんね、1年半前交通事故で両親を亡くしてうちで引き取ることになったの。だったんだ。ああやって心霊スポットに行きたがるのは。多分お母さんを探してるんだと思う。クピ？原因不明ですね。娘さんの聴導検査の結果、特に不都合はないはずなのですが。でも重なって見えるって、ね。うん。普通の景色と暗い景色が見える。So、まあとにかく様子を見ながら話し合ってみては。遊園地楽しかったな、弥生。うん、もう一軒行こう。そりゃ明日に響くぞ。パパの口癖の真似したのよ。ああ。まいったな。パパ。おお。603のご両親を亡くしたほらああ頭に怪我した子知能検査をしたら IQ が160を超えてたんですって事故前は普通だったのにそうか私は今まで2つの世界を見ていたんだ写しようと
隔離を。この傷の影響か。ブレが消えた。ならあの時初めてクリアに見えたあれは。幻じゃない。ママが連れて行かれた。What the heck?私はパパもママも大好きだよ。ママを連れてくるから約束するね。こ、ケイタロウ、キャー、ヤヨイちゃん積極的。この時間から。これプレゼント。ケイタロウを悪いものから守ってくれる地蔵フィーチャリングエイコのストッキング。ん、昨日の脱ぎたて。ちょ、ヤヨイちゃん受け取った。受け取りましたね。で、どこ行くの。それは昨日のとこ。見ればわかるよ。なんでまた来たのさ。こっちから会いに来た。鬼伝したら着去されたから物理的に。ケイタロウにお願いがある。遠村今も見てる。Oh. Oh. Oh. Uh-oh. What is this? What is this? Uh-oh.Is someone going to do anything? なんだよ、全然効かないじゃないか。いや、効果はある。けど、他マイナスに入り込もうとしてる。それほどケイタロウは獲物として上等。Oh my god! ヤヨイちゃん、どうする気？大丈夫。ここから先は私の役目。待っててケイタロウ。成仏もせずに人を襲う執念をたたえて覚めることのない無限の夢を見せてあげる。Okay. Come on. 嫌な感じがまだ取れない。What is going on with that? With the plushies? 今日はお疲れ様だったね。That looks amazing.お化けが嫌いだって思い知らされたよ。よくよく思い返してみて。昨日改めて感じたんだけど。わかった、僕が描けるから。私はね、ケイ君の行動が偽らざる本音を物語っていたんじゃないかって思ったの。あなたは恐怖を愛している。ありえないよ。弥生ちゃんも霊媒体質なのに霊に行き合う確率が低いのはなぜだろう。想像に過ぎないけれど、こう思う。霊の方が弥生ちゃんを避けているんじゃないだろうかと。孤独。孤独。弥生ちゃん寂しいの？孤独は壺に無数の毒虫を入れて戦わせて生
き残った者の毒で相手に危害を加える呪術。すごく賑やか。What the heck? そっか。記憶に刻まれた春。これが僕と彼女の出会いだった。That was quite interesting. And she's a little psycho. Like, what the heck? Like, is it because she feels lonely? That's why she's collecting ghosts and trapping them into dolls? Is that what is happening? I don't know. But it's fun. They make like a great team. The three of them. I like it. I'm curious to see more. And what the heck happened to the mom? I guess there's more things to it than just ghosts, maybe? We don't know. We shall see. So please drop a comment. Let me know what you think of this new series. And yeah. I also remind you that I've got a Patreon where I upload early access to my full unedited videos. So yeah, and also you will be helping this channel a lot. So yeah, have a lovely rest of the day and see you in the next video.